どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はゲストにですね、Gラボ代表上田氏、登場してお答えてもらってます。上田さんおはようございます。今朝おはようございますってことなんですけれども、おはようございます。はい、今日はですね、ちょっとなんでゲストに参加していただいているかというと、ちょっとですね、Gラボウクレレ、を今までこうご購入していただいた方に、限定のですねイベント、Gラボ祭りをですね、この、まあ、春先というか5月に、開催するぞというお伝えをするとともにですね、今日2つのお知らせがあってですね、そのイベントのお知らせがあるよというお知らせと、もう1個は、今月の2024年2月の、ウクレレ販売と予約期間が、いよいよ明日から始まるよとい こうダブルのお知らせになっておりますということなんですけど、まず、ちょっとね、上田さんにはちょっとそのままお付き合いいただいて、まず第1個目っていうか2月の、定例の、期間限定のこの申し込み予約と販売の、スタートだよというお知らせなんですけど、期日は2月の22日のお昼ちょうど正午から、ガズレレ公式ホームページの、ところから申し込みできます。概要欄にね、URL 貼っとくんで、そこから、お申し込みいただきたいんですけど、いつもの通り最強最高のウクレレたちでございます。はい、Gラボのウクレレは、わがままウクレレ、ウスレレ、ブラックビューティー、ヴィンテージシリーズ、ガズモデル、あと旅レレ、あと G ソリッド、エレキウクレレと、Gボックス、アンプ、こんなラインナップがありまして、在庫あるものは即発送、ないものは、ご予約いただきまして、受注で、到着次第即発送というような流れになっております。今ここにかかっているのはね、はい、これヴィンテージシリーズですけど、こんなのいいですよ、すごい。皆さんもうね、このウクレレの素晴らしさはいつもね、いつも毎月毎月お知らせさせていただくし、ガズがレッスン動画にも使っているので、ね、見てもらいたいんですけど、概要欄にガズがGラボのウクレレたちをいろいろ試奏しているのをまとめているね、再生リストを貼っとくんで、ちょっとどんなウクレレあるのかな、どんな音しているのかなっていうのはそこでね、ご確認いただきたいなと思います。はい、重ねですけど、明日2月22日のお昼ちょうどより、ガズレレGラボのウクレレたち販売予約受付スタートしますので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。はい、これがまず1個目のお知らせでございましてですね、で、さっき言ったように、5月にガズレレ Gラボ祭り、ちょっとこの辺ちょっとなかなか壮大なお祭りということで、上田さんの方からちょっと内容を ご紹介していただければと思います。お願いします。はい、まずですね、もう G ラボの方もおかげさまで、おそらく2000から3000近くのこうウクレレの方が、はい、今までね、すごい購入いただいておりまして、はい、ね、ここらでですね、オーナー様限定っていうことで、ちょっと何か日頃のこう感謝の気持ちをお伝えできないかなと、うんうん、いうことを思いまして、はい、まあ、イベントなんかどうだろうということで、はい、考えましたというところです。ありがとうございます。オンラインイベントでございます。要は G ラボウクレレのユーザー限定ですからね。はい、でも今からユーザーになれますからということです。で、そのまあまあまあ、それなので、今からまさにこうユーザーになられる方もですね、ぜひちょっと増やしていかなきゃいけないと、増えていただきたいという気持ちもありまして、いっぱい伝えたいことがあるんで、ちょっと上田さんに話してもらって、僕がこう突っ込んでいく、そんなタイプにしましょう。はい、わかりました。はい、まずですね、ですね、Gラボ祭りに伴いまして、今からこう2月、3月、4月をですね、ちょっとそういう意味では、キャンペーンを行おうかと思ってます。はい。で、まあ、どんなキャンペーンかというとですね、私とこうガズさんとですね、まあ、スタッフの方とちょっと話し合いをしまして、毎月こう2機種、Gラボ製品の中から2機種ですね。はい。2機種、ちょっとキャンペーン価格でご提供させてもらえればいいかなというふうに思っております。お祭り価格でございます。はい。はい。で、まあ、どんなラインナップなのかってことも言ってしまいますということで、ぜひちょっと狙ってるお客様はですね、このチャンスをお見逃しなくということで、行こうかと思うんですが、まず、2月。2月。明日からのやつですね。はい。そうです、そうです。2月に関しては、わがままウクレレですね。一番こう標準のわがままウクレレ。わがままウクレレ。薄レレではない、はい、ボディが厚い、低音も出る、しっかり出るタイプです。で、これはもうオールサイズ。もうソプラノもテナーもコンサートも、わがままウクレレっていうこうラインナップを、うん、ブラックビューティーです。ブラックビューティーいいですね。はい。うん、ブラックビューティーもすごい人気ありますので、はいはいはい、はい。この2つの機種ですね、
ラインナップに対して、はい、10% オフでいこうかなと思ってます。 10% オフ、はい、結構でかいです。いいですね。はい、あれだよね、そのブラックビューティーでもそのあれでもちょっと本来だとその大きさとかね、ピックアップありなしによって値段が違うから、そのものよりも 10% オフってことですよね。そういうことです。これかなりお買い得 で、 買い得です。イベントも参加できるし、ぜひ狙ってる方もお願いします。はい、でもちろんここであのご購入いただいた、新しいオーナー様にもですね、イベントに参加していただくということが、できるようになってきますので、ぜひともですね、はい、よろしくお願いしますと。よろしくお願いします。はい、ちなみにその3月4月はもう決まってんですか、そのラインナップ。はい、で、3月がですね、大人気のうちの多分一番人気なんですかね、薄レレ。ああ、はい、いいですね、定番。今やもうガズレレ定番、はい、薄レレシリーズと、あとはヴィンテージですね。うん、あ、ヴィンテージシリーズ、これですね。そうです、そこにあるそれです。はいはいはい、はい、でこちらも、10% オフでいこうかなというふうに思ってます。狙ってる方は3月まで待った方がいいね、そうしたら。はい、はい、で、あと、4月ですね、うん。4月の方は、これまた、超人気がある旅レレですね。おっと、旅レレ。はいはい。はい、旅レレ。あともう一個はガズモデルです。ガズモデル来た。はい、これこそ、真打ちみたいなもんですからですね。なるほど。じゃあ結構、2月、3月、4月、狙ってるものある方はですね、ちょっと待った方がいいかもしれないなっていうのもありつつですね。そうですね。お得に買えるってことですね。うん、お得に買えます。で、ちょっとですね、当然、在庫にこう限りがあるんですけども、その場合はですね、最悪、ちょっとその売れてしまっても、その月に買っていただければ予約ということで、うん、やらせていただければと思ってますんで。まあそうですね、旅レレに関しては即発送ってことは、まず難しいでしょうか。そうですね、ちょっと今で、本当にも品薄というかですね、そうですね、皆様でも注文が殺到しておりまして、ありがとうございます。本当に、はいはい、本当にありがたい限りでございます。で、あれですよね、その、はい、ちょっとこの今のね、3ヶ月にわたってのこのあれの他に、ちょっと素朴な疑問は、初めて遅れでもそのイベントに参加できるんですけど、リーズナブルでね、初心者さんに最初に一歩におすすめだよって言われてる、初めて遅れでもこの、ガズレレ祭りのオンラインイベントには参加できる。もちろんです。ありがとう、アイデア。はい、もちろん参加できまして、で、今ですね、初めて遅れのご購入って、G ラバのこうサイトの方と、あと Amazon。Amazon。Amazon で、ご活用していただける方多いと思うんですけどね、はい、Amazon で買った方も、はい、もちろん参加できるんですけども、うんうん、ただですね、Amazon の方で実は我々の方からダイレクトにご連絡でできないんですよ、ね。あ、そうか、そうですね。なので、いわゆる製品登録、うん、ユーザー登録、製品登録、ユーザー登録をしていただくことが一つ条件にはなるんですけども、していただいているお客さんに関しては、招待の、イベント招待のですね、メールの方をちょっと送らせていただきますと。はいはいはい。あ、じゃあまだユーザー登録をしてねえなと思った方、Amazon で買って、G ラボで購入してくださった方はもう、登録済みってことですか？それでも登録した方がいいよね、ユーザー登録。もちろん、ユーザー登録はもう本当にやっていただいた方がいいので、そうだよね、やってください。まあ、そうだね。これを機にまたやってください。はい、ただ、このイベントに関しては、当然、G ラボのサイトの方でこう、ご購入いただいたお客さんは、メールアドレスが分かってますんで、はい、またメールの方は、それを、送らせていただきますと。はいはいはい。いう感じで。まあ、じゃあ幅広くね、参加していただけるということなんですけれども、どうやってそれ参加する方法とか、いつ何どうすればいいのってこと、はい、ですね、そのイベントの、申し込み自体を、3月1日からまず開始をいたしますと。3月1日ってことは、あと1週間ちょっとですね。はい、そうです。で、その3月1日から、開始するんですけども、一応ですね、ウェブの方になるじゃないですか、うん、で一応の定員に限りがございますと。ああ、はいはい、はい。ということして、今回ですね、まず500名。500名様。はい。うん、500名限定でちょっと、限定になりますので、こちらを、一応先着とさせてもらいますと。はい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 、はい。いうとこですね。3月1日の、3月1日って何曜日なんだろう。金曜日です。金曜日か。はい。じゃあ金曜日の、だからお昼ってことだね。じゃあお昼時間帯にちょっと、じゃあお昼休みピッとこう申し込みいただくということで、それ以前にその URL を、ユーザー様には送らせていただいているってことですね。そうですね。はいはいはい。で、その問題のそのイベントでは、さっきちょっと聞いたんですけど、ものすげえとんでもない感謝の気持ちが表現されるというか。そうですね。いろいろちょっと豪華プレゼントを用意するようなことは当然考えてますと。
いうことでして、で、あと、豪華プレゼント、例えばどんなのがあるのかっていうと、例えばそれイベントの中で、抽選にはなるんですよ、もちろん。ちょっと当たった方にですね、その場でこう、例えばガズさんと、あとうちの、ビルダーの川上ですね。もじゃ川上くんで。もじゃ川上、ウクレレ職人ですね。はい、はいはい。と、打ち合わせをしながら、こう、セミオーダーを発注していただくと。すごいですね。それもプレゼントしちゃおうみたいなことをやったりとかですね。それはすごいですね。やっぱりこう、なんかその、こう、なんていうんですかね、セミオーダーってもちろん、こう、自分でこう、選ぶ楽しみっていうのもあるんですけど、なんかその、ガズさんに相談をするとか、ああ、いいですね。まあ、やっぱりこう、その、ね、川上に相談するとかっていうところでやっていただくと、めちゃめちゃこう、多分その満足感が高い、もう超記念の思い出の一品になるのかなと。しかもそれをみんなの前でね、それをなんかこう、こんなに作ってるんだな、みたいな。はいはいはい、そうです、そうです、そうです。まあ、その他にもなんか、ちょっといろいろな面白いコンテンツもある中で、もちろんね、まあ、ガズレレイベントといえばみんなでワイワイセッションして歌おうよとやって、課題曲とか設定してまたね、オンライン上で、なんかやっていったりとか、まあ、もちろんチャットでみんなに質問に答えたりとかしながら、まあ、楽しい時間を過ごせたらなというふうに思いますね。うん、3月1日の日に、ね、申し込みが始まるということ、それをちょっとまずはチェックしてください。公式ホームページとか、YouTube でもちょこちょこね、その辺のことはお伝えしていくし、また、今2月だから3月、4月とまた、祭り期間中ですから、その間も、その辺については詳しくまた、また新たな情報も加わっていくと思うんで、その辺も引き続きチェックしておいてほしいなということと、あと、Gラボの YouTube チャンネルっていうのがあるんで、そこもちょっと一応ベンチマークしてもらっとくといいかなっていうのがありますね。そうですね。ちょこちょここんなことやってきますよとかですね、ちょっとお知らせ的なことっていうのを、まあ、この件に関しては特にやっぱり言ってかなきゃいけないと、発信してかなきゃいけないと思ってますんで、ちょっとチェックいただけるようにご登録いただけると助かります。はい、そうですね、最近ちょっと G ラボ YouTube チャンネル動きがないんで、それをまたきっかけにやらなきゃいけないですよ、本当にしっかりやってきますんで。はい、思いますということですけれど、はい、そういうわけで今日はちょっと内容盛りだくさんでしたけど、分かりました、皆さん整理しますよ。まず明日から通常の2月の申し込みが始まるんですけど、この2、3、4月でガズレレ祭りが始まるということで、各月で、2モデルずつ 10% オフのお祭り価格ということで、2月は、ブラックビューティーと、わがままウクレレということになっておりますね、ということでね。で、それがまず1個のお知らせ。明日、お昼、ちょうどから、申し込みお待ちしております。予約申し込みお願いします。あと、他のすべてのラインナップは、もちろんそこでね、ご予約、ご注文、ご予約、在庫あれば即発送でできますよ、ということと、そのイベント、5月の、後半ですね。あれも日にち決まってましたっけ ?5 月の。5月の25日ってことになってますね。これ25日でいいな、いいね。はい、大丈夫です。土曜日、はい。ガズレレ祭りオンライン大イベント、こっちがもう開催されるというね、ユーザー限定様、ユーザー登録されている方、買ってくださった方限定のイベントとなっておりますということで、そのご案内は3月1日から始まるよと。はい、じゃあそういうわけで今日はですね、Gラボ代表上田さんと一緒に、今日2つのね、とっても素敵な、大切な、お知らせをさせていただきましたということになっております。まあでも Gラボとしてはね、やっぱり、この僕らがこう、手塩にかけた、ね、作り上げたウクレレをこう、皆さん使用していただいて、まあその感謝、を表明したいなということと、やっぱりね、このウクレレと同じようにね、ユーザー様ももう大事でございますということでございましてですね、まあ本当にありがたいなと。Gラボがね、こうやって存続できるのもね、皆さんがその、いいウクレレだって言って使ってくれてるから、っていうところに尽きると思いますからね。本当にまあそういうありがたいなということで、またさらにそれがまたいいウクレレとかいい楽器とかね、まあ、逆に言うといい音楽とかいい映画を生み出すきっかけになっていると思いますので、はい、引き続きよろしくお願いしますということでございます。よろしくお願いします。はい。それでは上田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。来月、再来月とまたちょっとこんな感じでお伝えしていきましょうということで、またお付き合いください。はい。よろしくお願いします。はい。それでは皆さん、よろしくお願いします。明日からですよ。バイバイ。